はい、今日も将棋をやっていきたいと思います。さあ、お前が先手だ。3級の方ですね。対局開始。まあ最近はね、ちょっと成績も思わしくないので、しっかりと三間飛車。勝ちに行きたいところですけど、まあ、これは嬉野流ですか。嬉野流の場合どういけばいいんですかね。嬉野流の場合ってどうなんだろう。これ取ってくるってことか。まあ確かに取られちゃうね。取られるぐらいやったら交換するか。捕まるの？これ。歩打たれて捕まる？まあ、捕まりゃしねえか。まあいいや。なんかちょっと嫌な予感がしたんで、一旦、そうですね。かわしといて。まあ、この場合、意欲で戦ってくることが多いので、ちょっとなんか最初のやりとり間違えてる感じはあるんですけど、まあ、なんとか、穏便に行きたいところですね。まあ、飛車先の歩が切れたと思って、まあ、これはこれで、さ、なんか考えてますね。これは、歩ついといて。飛車先ついてきたか。まあ、一回逃げときますか。さあ、これはね、嫌な予感しかしないですね。金一回上がってくるんだけど、どうしようかな。突っ込まれちゃうから、一応、角が動けるようにしといた方がいいか？角が動けるようにしといた方がいいか？さあ。これで、いや、確かに、これは、まずいか。まずいの？なんかまずい気がしますね。歩ついてくんのかな？歩突かれると嫌だな。あ、銀下がるんだ。銀下がるんだ。ああ、なるほど。確かに。いや、これ確かに、やられてるな。これで桂馬なってこいってことか。まくやられたな。いやー、どうしよどうする？これ。一回、歩ついといて。角取ってきたら、まあ、歩成りが入るんで、それはそれでいいかなって感じなんですけど。まあ、多分、同角で取ってくんのかな。角を引っ張り、同銀。まあ、ちょっと一回止めますか。いやー、かなり嫌ですね。いや、ちょっと大失敗しちゃったんですけど、まあ、歩いっぱい取られたんですけど、まあ、まだなんとかなるかなっていう感じですか。まあ、これはちょっと飛車をどかして、重いですけどね。まあ、これで一回下がっとけば、なんとかなるかな。さあ。まあ、ちょっとこれ銀なって、まあ、歩払ってくるかな。でもまあ、銀なって。
あ、これ銀タダでしたね。銀タダでしたね。いや、でもまあ銀タダだけど、次。そうですね。ここ入れるっていうのが大きいか。あ、タダじゃないのか。角利いてんのか。この時に、そうだな。一回逃げる？一回逃げとく？飛車取りに当てといてもいいか。飛車取りに当てて。でもまあ一回逃げるか。一回逃げといて。さあ、これ歩成りも入れときたいですね。歩成り入れてから、銀が入っていくパターンでいきたいかな。さあ、中央ね、結構炎上したらかなり大きいと思うんですけど、泣いて威力なんで、うん、まあ、駒損というか歩をいっぱい取られちゃってるんですけど、逆に言うと歩が切れてるっていう考え方もあるんでね、なんとか頑張っていきたいと思います。まあ、歩成りと、歩成り入れてから銀入りたいかな。飛車捕まえに行きたいですね。なるほど。まあ、これはなっていきましょうか。さあ。この歩成りがかなりね、でかいですよね。角。まあ、これは全然いいかな。うん、これは全然大丈夫ですかね。角入る。そうですね。角入る手もあるが、もっといい手があるかな。銀入るのと角入るのどっちがでかいんだろう。まあ、ちょっと銀入ってから、飛車が逃げるんですかね。もう逃げないのかな。飛車取ってき、取ってくんのかな。どうなんですかね。全然わかんないですけど。さあ、一気にね、一気にちょっとわかんなくなってきたんですけど、まだでも全然わかんないですね。王様はまあ相手きつそうですけど、どうかな。全然ね、まだ相手は戦えるとは思うんですけど。ちょっと通信不調なのが不穏な動きですけど。これで諦めるんだったら乱戦する意味がないかなっていう気がするんですけど。まあ、そうですね。はい。接続切れということで。ありがとうございました。まだ全然わかんなかったですけどね。まあ、IT 玉なんで、厳しい、飛車取られて厳しいと見たんですかね。まあ、左側突破されてるんで、角も入ってきたらまだ全然勝負は分かんなかったかなという気がします。はい。対局ありがとうございました。